プッシュマタハ軍は、アメリカが州国をクラホマ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は1万1572人であり、2000年の1万1667人から0.8%減少した。軍庁所在地は、アントラーズ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。プッシュマタハ州庁。 1824年前史時代、後ニプッシュまたハ軍となった地域は、フーシェマリン文化の中期ウッドランド時代にあたった。時が移って、北東のミシシッピ文化に接し、華道族ミシシッピ文化に移った。その遺跡の中でも、スピロ市に近いスピロマウンドが有名であり、その交易範囲は、キア道側やリトル側の流域にまで及んでいた。北アメリカの歴史は、 1492年にクリストファー・コロンブスが指揮するヨーロッパ人が到着して変わり始めた。その後の時代にヨーロッパ人探検家が名声、宝物及び所属する帝国のために地域の征服を求めて北アメリカの内陸深く入ってきた。スピロマウンドやキアミチカ流域など稼働族ミシシッピ文化の範囲を示す地図1719年に フランス人、ベルナールド・ラ・ハルプが、現在のプッシュ・マタハ軍となった地域を探検した。その前年に、ニューオーリンズの町が設立されており、フランスは、ラ・ハルプの探検で、先住民との交易を求めてミシシッピ川流域に帝国の力を及ぼし、さらには、ニューメキシコに至る道を探した。現在のプッシュ・マタハ軍を含む地域は、 1803年のルイジアナバイ州によりアメリカ合衆国の領土になった。地域内に最初に足を踏み入れたアメリカ人探検家は1817年のスティーブン・ h ロングだった。1819年には科学者のトマス・ナットールが続いた。二人とも木屋道川流域を探検しており、ナットールは詳細な記録を残した。1819年。 アメリカ合衆国は、スペイン帝国とアダムズ・オニス条約を結び、レッド側が国境になった。アメリカ合衆国の政策として、スペインの侵略からフロンティアを守り、インディアンの暴力に対しても地域を確保することが重要だったので、その南側国境に沿って一連の砦を構築した。ゲーツクリークと、キアミチ川の合流点に設立されたタウソン取は、 レッド側に注ぐ地点のすぐ上流にあたり、現在のプッシュまたハ軍全体が入る領域を守ることを任務とされた。そこは、今夜の真っ只中にあったので、物資を補給するために、アメリカ陸軍公兵司令部は、タウソントリーデと現在のアーカンソー州フォートスミス島をつなぐ軍事道路を建設した。その経路は、リトル川流域を通っており、現在の軍域では、 初の現代的道路となった。南北戦争後にタウソントリデが放棄され、この道路は使われなくなった。道路の痕跡は現在でも確認できる。オクラホマが州に昇格する以前、インディアン順州の中で、直東族が主権国家としてこの地域に存在していた。政治組織、直東族の領土は、現在のプッシュマタハ軍全体に及んでおり、プッシュ。 マタハとアプクシュヌビーと呼ばれる管轄区域に分かれていた。これら区域のそれぞれがさらに軍に小分割された。現在のプッシュマタハ軍はシーダー軍、ナショバ軍及びアプクシュヌビー地域のウェード軍、さらにはプッシュマタハ地域のジャックスフォーク軍とキアミティア軍の中に入っていた。合衆国との戦争南北戦争の時、 連邦軍はインディアン準州から撤退し、直闘族はアメリカ連合国と同盟を結んだ。直闘族政府はアメリカ連合国首都バージニア州リッチモンドで開催されたアメリカ連合国議会に代表を派遣し、南軍に参加させるために戦士の代替を立ち上げた。ピーター・ピッチリン、南北戦争時の直闘族大集長現在のプッシュ、マタハ軍内では、 戦闘が起こったという記録がないが、現在のマカレスター郊外では、ペリービルの戦い、現在のアトカ郊外では、ミドルボギー貯蔵庫の戦いが起こった。直闘族の多くの者が故郷を離れて大隊に、加わり、アーカンソー州でのピーリッジの戦いに参戦し、チェロキー族の領土で起きたハニースプリングスの戦いでは、チェロキー族の北軍派と戦った。当時の記録では、 キアミチ川流域で多くの避難民があったとされている。戦争自体は最後の南軍であるジェロキー族のスタンドワティ将軍の部隊が1865年6月にタウソントリデで降伏した時に終わった。それはロバート・イリー将軍の北バージニア軍が降伏して事実上南軍に勝ち目がなくなってから2ヶ月後のことだった。ウォレス・ウィリスが作曲した。 ニグロスピリチュアルのスイングロースイートチャリオット1862年以前のある時点で黒人奴隷のウォレス・ウィリスがニグロスピリチュアルのスイングロースイートチャリオットを作曲していた。ウィリスはスペンサービルにある直闘族の寄宿学校スペンサーアカデミーで働きながらこの作品を作った。この学校と昔のスペンサービルの場所は 現在のプッシュマタハ郡南側教会からセ0アヤード足らずにあり、ウィリスがプッシュマタハ郡に住んだ可能性がある。ウィリスは現在のアトカ郡内で死に無悲鳴の墓に埋葬されている。荒野を抜ける鉄道直頭族は定住制の民だった。その生活は農場と小さな辞書に結びつけられていた。直頭族はいかなる種類の工業も行わなかった。 その領土が現在のプッシュマタハ軍だった結果、この地域に移ってきてからも長い間原子の荒野が残っていた。1880年代にセントルイスサンフランシスコ鉄道、通称フリスコがフォートスミスからテキサス州パリスまで通って事情が変わった。数マイルごとに駅が建設され土地の開拓と鉄道の運行双方に貢献した。 フリスコの路線は、木屋道川流域を下って、アルビオンの近くで、軍内に入り、アントラーズで川を離れて、そこの巨大な崖を回り込むものだった。1887年の地図、新しく開通した、フリスコ鉄道が見られる。その開通によって、原始の荒野で、大々的な製材業が始まり、鉄道に沿った、直東族の領土への移民が始まった鉄道が、 文明をもたらし、コンクリートが外部世界とをつないだ。鉄道によって、電信も運ばれ、外部のニュースも即座に伝わるようになった。製材会社が即座に創業を開始した。鉄道の停車駅周辺には、荒くれ者の,の街が出現した。急成長したこそまの街の最盛期には、数軒のホテル、イン、雑貨屋ができた。その後の数十年間、 製材会社は地域全体で活動し、鉄道駅を出荷店に使った。これらの出荷店が現在のアルビオン、モイアーズ及びアントラーズの町に成長した。これらの町の間にあった集落、例えばケロンド、スタンレー、キア道は後に消失するか、名前だけが残される場所になっている。フリスコは軍内に多くの土木工事や構造物をもたらした。 大量の土砂が運ばれて、土盛り土壌となり、多くの木材は、クリークや川を渡る橋になった。鉄道ができれば、商業や工業が可能になった。それが、インディアン順州に対する白人の興味を増やした。自治の試みインディアン順州の文明化後部族は、アメリカの州の中に取り込まれることに反対したが、20世紀への、変わり目に何らかの形での州になることは、 避けられないようになっていた。五部族、すなわち直闘族、チェロキー族、地下層族、クリーク族、セミノール族の指導者集団がマスコギーで集まり、インディアン巡州の州昇核について指導権を取り、州を作ろうとした。その集会は、セコイア憲法制定会議と呼ばれ、セコイア州の設立を提案した。マスコギーに集まった指導者たちは、 山や川のような自然の目印で囲まれている直東族領域内の軍は経済的に立ち行かないことを認識した。例えばアントラーズのあるジャックスフォーク軍は広大な領域にちっぽけな軍庁所在地であるメニー・スプリングスがあるだけだった。領域内で唯一商業的に成功している町はアントラーズであり、領域内では南東隅に離れて位置していた。 新しいセコイア州の軍協会は現存する町とその商業的利益の範囲を考慮して慎重に決められていた。軍庁所在地は地域の人口の中心になるようにしていた。現在のプッシュまた派軍となる領域は特に問題があった。その東部は事実承認が住んでいなかった。住人は木屋道川流域にある鉄道に沿った町に集中していた。 極アミ・チカの半月型をその商業中心とする軍域が描かれ、セコイア州プッシュ・マタハ軍と呼ばれるようになった。セコイア憲法制定会議の軍検党委員会の記録は失われたので、その検討内容を示す証拠は残っていない。直党族の尊敬される州長プッシュ・マタハの名前に、否む地域を残そうと考え、プッシュ・マタハ軍と命名したことは明らかである。 当時、ヒューゴの町の事業は遠く北の県と、スピア、ハムデンさらには、ラタン近くまで及んでいた。その結果、ヒューゴを、軍庁所在地として提案された、ヒッチコック軍の軍境は、現在の直東軍とプッシュマタハ軍の境に沿って、決められた。同様な検討によって、軍の北、東及び西の境界が決められた。 アメリカ合衆国議会は提案されたセコイア州の加盟を認めず、インディアンジュミ州とオクラホマ順州を合わせた形での州ができるのを待つことにした。それから間もない1907年にガスリーでオクラホマ憲法制定会議が召集され、新しくオクラホマ州を創設することになった。この時の検討でセコイア憲法制定会議での議論が基盤を築いていたことが、 明らかになった。ガスリーでの会議では、プッシュマタハ軍の領域として、セコイアで提案されたものと同じものを採用し、アントラーズを、軍庁所在地に再度指定した。1909年のプッシュマタハ軍オクラホマが、州に昇格した時、プッシュマタハ軍は、農業天国とみなされていた。地元住人は、土壌が肥沃であり、天候は温和温暖であり、 そのような条件ではいかなる果物や野菜も育つと考えられた。当時の住人は大半が農夫であり自活していた。軍ができて最初の数十年間は綿花が最大作物だった。木屋道川流域全体で栽培された。綿花栽培者は収穫された綿花をアントラーズ、クレートン、アルビオンなどに運んで目方を図り、フリスコ鉄道で 遠くの市場に運び出した。農夫あるいは雇われた労働者の多くは、ニグロと呼ばれたアフリカ系アメリカ人だった。軍内には、そこそこのアフリカ系アメリカ人が住んでいたが、その後は減少して、ほとんどいなくなるまでになった。多くの者は、綿花栽培で生活し、綿花が衰退した後は別の仕事を求めて、よそに移っていった。 プッシュまた派軍を構成する領域は、直党族から継承したままに、ほとんど改良が行われなかった。直党族政府は土地を共有で所有していたので、個人は土地を所有していなかった。また、大半の直党族は、工業や商業に従事しない民族だったので、橋は作られず、道路は改良されず、いかなる種類の公共事業も存在しなかった。 初期の事業指導者たちは即座に公的な改良のための資金を求めて有権者の判断を仰いだ。初期には例えば木屋道側やジャックフォーククリークを渡す橋の建設のための資金が求められた。これらの試みはすべて失敗し、軍の発展が遅れた。対照的に南の直東軍は資金案がほとんど即座に通り、軍内に橋が建設された。 これは、事業や商業にとって有効であり、ヒューゴの町はアントラーズよりも、かなり早く成長した。しかし、プッシュマタハグンは、このような遅れがあったにもかかわらず、健全なやり方で成長した。軍内には、住民が入り町を設立した。それぞれの町が学校を作り、教師を雇うための資金を集めた。教会も建設された。ジャンボ、モイヤーズ。 クレートン、アルビオンのような重要な町は、詩人クラブ、音楽グループ、文学協会など、文化的な団体や、制度も作り、文化的な洗練さも求めた。直騰族は、地域での役割を続け、選挙で選ばれる役人など公務員や、社会の指導者となって、貢献を続けた。第一次世界大戦中、アメリカ陸軍に入隊した。 直頭族のトビアス・ W ・フレイザー、後に有名になった直頭コードの作成者になった。全部で14人の兵士がこのコード作成に関わり、戦争を早期に終結させることに役立ったとされている。公共事業促進局の起承1930年代は大きな変化が続いた。世界恐慌への対応として、連邦政府の公共事業促進局が設立され、 軍内の多くの町に学校や体育館を建設した。建物に使われた建材は近くで集められたレッドロックだった。これらの建物は年季を経てモヤーズ、ラタン、アントラーズなどでは現在も使われている。ジャンボにあった学校は1990年代に牛の牧場にするために地元農家が解体した。 世界恐慌時代からもう一つ大きく変わったものは、農村電化事業団の存在だった。この事業団の指導と資金によって、軍内に送電線が敷かれ、家屋に配電網ができた。この電化による変化は計測しがたいものがある。しかし、社会生活全体が変化し、例えば空調機器やテレビの普及によって、屋外や中心街での活動が屋内に移った。 建築も変化し、店舗、境界、住宅は、窓の開放によって、自然の換気を行うような設計が行われなくなった。1950年代には高規格道路が舗装され、標準化された。交通が容易になり、農園と街をつなぎ、町と他の町をつないだ。1950年代後半には、フリスコ鉄道が、 旅客列車の運行を止め、1980年代には貨物列車の運行も止めた。鉄橋は解体され、線路は取り外され、路床は自然に返された。1970年に開通したインディアンネーションターンパイクは、軍内唯一のインターチェンジがあるアントラーズとオクラホマシティアタルサとをつないだ。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は1423平方マイルであり、この内陸地1397平方マイル、水域は25平方マイルで、水域率は1.79%である。プッシュマタハ軍は山勝ちであり、例外と言えるのが、軍南側境界に沿った比較的平坦な農業ベルト地帯である。極道川流域は、軍の北東から南西にかけて、 三日月型をしており、軍住民の大半がここで生活している。木ミ道山地、木ミ道山地は、ウォシト山地の染役であり、軍内の大半を占めている。この山地は明確な定義がなく、北に隣接するワインディングステア山地やその東のボクタクロ山地も同様である。木ミ道山地の最高標高は、約1650フィートである。 山の多くはよくあるような円水型ではなく、長いうねりを作っている。山地を通す道路の建設が難しく、山地が多い群領域の大半には、人が住んでいない。木屋道川とリトル川の二つの河川が群内を流れ、他にも多くの支流がある。群北東部には、洪水制御のためのサービス湖があり、ジャックフォーククリークの水をた,たえている。 南の直東郡にあるヒューゴ湖も同じような目的で作られている。この湖は、木屋道川をせき止め、その北側が群内に入っている。他にも、クレートン湖、ナニーワイヤー湖、オジーコブ湖、パインクリーク湖など小さな湖がある。木屋道川の主な支流としては、ジャックフォークククリーク、バッククリーク、テンマイルクリークがある。リトル川には、ブラックボーククリーク、 パインクリークがある。サーディスコのダム群内南東部には、パインクリーク湖に接して、パインクリーク野生生物管理地域、クレートンの近くにプッシュまたは、野生生物管理地域というオクラホマ州が管理する地域が指定されている。どちらも科学的に管理されており、プッシュまたは野生生物管理地域では、生物種の管理のための長期研究計画が進行中である。 軍内の特徴ある地形としては、ジョンズバレーにある巨岩の小地域である、ロックタウン、クレートン近くのアンブレラロック、タスカホーマ近くのマッキンリーロックス、タスカホーマ近くのノコギリ人状の地形である、ポテトヒルズがある。プッシュマタハ軍は、経済学者の言う、ウォッシュとバリアによって、オクラホマ州の他の部分とは、経済的に分離されてきた。 ヒアミチ山地やその北にある、ウォシト山地の新脈が、北にある地域との通称を困難にしている。軍を含む域内の交易の中心であるマカリスターは、かなり遠く離れて感じられる。1911年に、連邦準備制度が作られた時に、連邦準備地区に分割され、プッシュまたは、直東及び、マカーテン各軍は、 ダラス連邦準備銀行とその地区の管轄に入った。オクラホマ州の他の部分はカンザスシティ連邦準備銀行とその地区の管轄に入った。この地区割は当時の経済学者が認識していたものによっており、軍経済のライフラインが南に寄っている状況を示すものである。天然資源は常にプッシュマタハ軍の生命線だった。プッシュマタハ軍は オクラホマ州の中で石油を産出しない数少ない軍の一つである。近年掘削会社が天然ガスを掘り当て、これが一般になってきている。インディアン巡州の最後期と州昇格の初期にアスファルトがジャンボとサービスの2カ所で掘り出された。これはしばらくの間事業的に成功し、1910年に ジャンボで大爆発が起こり多くの甲府が死んだ後でも、そうだった。直頭族の村、1869年、ハーバード大学ピーボディ博物館像。この女性はバスケットを作るために塔を染める準備をしている木材が、経済の本流である。製材会社が、軍内の広大な山林を所有し、林業を営んでいる。 成長速度の速い松が選ばれ、多くの地域で松一式の山林ができている。20世紀の間に交通事情が急速に改善され、経済的に発展した。アメリカ国道1本と修道数本が群内を通っている。さらにインディアンネーションターンパイクは4車線の有料道路であり、週間高速道路の標準に合わせて建設された。 アントラーズとデイジーのインターチェンジから利用できる。高規格道路とその通過都市は以下の通りである。プッシュまたハ群は竜巻道の中央にあり、時に激しくまた気まぐれな気象に災いされる。夏は最高気温が下肢100度まで上がり、数日間続くこともある。冬は気温が一桁台まで下がることがあるが、稀なことであり、長くは続かない。 降水量は、軍内でも変化がある。最東部のホノビアやクラウディの北では、年間約52インチの降水量がある。西部では、約46インチである。降雪は稀であり、1インチ以上降ることはない。雪が降っても1日のうちに溶けてしまうのが普通である。欠氷は、降雪よりも頻度が高い。木の幹を割ったり、送電線を切ったりすることがある。 竜巻は毎年4月から9月の間に多い、毎年暴風雨を経験している。1945年4月にアントラーズを襲った竜巻は街を破壊し、69人の犠牲者を出させた。気象学者はその竜巻を最も破壊的な範疇のものと考えており、アメリカ合衆国の歴史の中でも32番目に被害が大きかったものである。 現在人口の多い地域には、ストームスポッターと呼ばれる防衛システムがあり、異常気象の時には、風の回転や上昇の兆候を観測している。アントラーズでは、上昇気流が認められた時に、3カ所のサイレンで警報を流し、住民に対必所に逃げるよう促している。近年は、天候不順になることが多い。現在は、 降水量が平年よりかなり少なく数年間続く干ばつの最中にある。スピロマウンドから出土した貝の堀へ。ひやみち流域はスピロが支配していた以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。タスカホーマにある直東族議事堂プッシュまたハ軍では1984年に軍内の歴史に関わる意識が高まり、その遺産が 危機にさらされているようになったので、アントラーズ10人のグループがプッシュまたは、軍歴史協会を設立することになった。この協会の最初のプロジェクトは、フリスコ鉄道アントラーズ駅を取得し保存することだった。その後、軍墓地の大規模な改修など多くのプロジェクトを行ってきた。重要な歴史史跡として、モーヤーズの北、サマの東にある、ビッグ山の頂上がある。 第一次世界大戦中にテキサス州の基地を飛び立ったイギリス空軍操縦士が操縦する飛行機2機が悪天候の中でホワイトロックさんとビッグ山に墜落し乗員4名が死んだ。2000年その異例のためにビッグ山の墜落地点に記念碑が建立された。ありがとうございます。